サイモン・フィリップス、サイモン・フィリップス、サイモン・フィリップス1957年2月6日隊は、イギリス・ロンドン出身のセッションドラマー、スタジオミュージシャン、レコーディングエンジニア、マスタリングエンジニア、ロサンゼルス在住、ザ・フーやミック・ジャガーなど数多くのミュージシャンのドラマーとして活躍、1992年から2013年まで、亡きジェフ・ポーカロの後任として、 トトに加入していた。ローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて17位。父親、シド・フィリップスはイギリスジャズ界において冷明期のプロクラリネット奏者であり、50代の頃に生まれたサイモンとは孫と呼べるほどの年齢差があった。3歳からドラムを始め、6歳の頃には父のバンドで BBC の録音に参加するなど、 積極的な活動を行っていた。12歳になると学業よりも音楽活動を中心とした生活になっており、この頃からプロとなる。本人の弁ではフルタイムで演奏の仕事をし、パートタイムで学校へ通っていた。16歳で父が死去するとバンドから独立し、セッションプレイヤーとしての活動を開始。 この頃からジャズ以外の音楽にも対応し始め、ジェフ・ベックのようなロックインストゥルメンタルから、ジューダス・プリースト等のヘビメタルまで幅広いアーティストをサポート。特にマイケル・シェンカーグループ、ホワイト・スネーク、ザ・フーとの活動により、ハードロック界で不動の地位を築く。1988年には、初のソロアルバム、プロトコルを発表。1986年、 ジェフベックの軽井沢公園に同行。ここにカルロス・サンタナとスティーブ・ルカサーがセッション参加しており共演。ルカサーにはここで出会いとと加入の遠いきっかけとなった。1988年、ミックジャンガーバンドのドラマーとして来日。東京ドームが完成し、開場した3月18日から4日後、22日のコケラ落とし公演で2日間。 本家ローリングストーンズの1990年の来日に立って東京ドームのステージに立つ。1992年には X ジャパンの都市のファーストソロアルバムメイドインヘブに全面的に参加。また嵐のレコーディングにも参加、ウェーブなどの楽曲。1992年、トトドラマー、ジェフ・ポーカロの追悼ツアーにジェフの代役として参加。 そのままトトに正式加入することとなる。この頃、ロンドンからかねてより移住を考えていたロサンゼルスへ転居する。これまでパーマネントなバンドメンバーとして活動することがほとんどなかったサイモンが一つのバンドに固定の正式メンバーとして参加しているのは珍しく、トトへの正式参加理由について、トトのメンバーは非常にプロフェッショナルな実力派プレイヤーの集団であると活動休止直後の プレイヤー氏2008年5月号のインタビューで語っている。また、トトは他のメンバーもサイモンと同様に全員がスタジオミュージシャンや作曲家との兼業である。トトは2008年3月に活動を無期限休止を宣言し、同年の7月には正式に解散するが、それまで在籍した。解散の2年後の2010年から、 病気に倒れたマイクポーカロを支援のための再結成にも参加。その後事故の活動に専念するため、2014年1月に解散していた2年間を含め20年以上在籍したトトを脱退する。トトが2008年に解散して以降、または2014年の再結成トトからの脱退以降は、以前と同様に特にパーマネントなバンドを持たずに事故のプロジェクトや、 バックバンドなどで、精力的に、接触、ライブ活動を行っている。2011年後半は、ジャズピアニスト上原博美のボイスツアーに参加、以降も、上原博美のバンド、ザトリオのメンバーとして、アンソニー・ジャクソンと共に、上原の作品や公演に参加していい。右手で、スネアドラムを叩き、左手で、ハイハットシンバルを叩く、オープンスタイル。 自身のキャリアのルーツであるジャズでは、ディキシーランド系からプログレッシブなフュージョン。また、ポップ系では、R&B やポップロックからヘビメタルまでセッションプレイヤーとして見ても、非常に幅広くプレイできるミュージシャンである。もともとはジャズドラマーであり、現在も自己のプロジェクトや上原博美トリオなど、ジャズ系のプレイも盛んある。の、 ドラムセットを長年にわたって愛用している。シンバルはジルジャン、スティックはプロマークの自身のモデルを愛用し、マッチドクリップで演奏している。バスドラムはロックやジャズとジャンル問わず2台設置にバスしてレンダプレイをすることが多い。基本的にドラムセットは非常に点数、楽器数が多く、サイモンを囲む要塞のような状態である。 オープンハンド奏法を用いるため、ライドシンバルが左手側にセットされているほか、ハイハットも低い位置にセットされ、左手でリズムを刻むようになっている。また、エンジニアとしての経験を活かして、セットの近くにミキサーを設置し、自身のモニターバランスを自ら調整している。レコーディング、ミキシングエンジニア、マスタリングエンジニアとしての活動も行っている。 自身の作品もセルフミキシングが多い。マイク・オールドフィールドのアルバム、クライススから本格的にエンジニアとしての活動を開始。このアルバムでは本来プレイヤーとしてのみの参加であり、当初はエンジニアリングまで行う予定ではなかったという。しかしアルバム制作開始早々に当初の担当エンジニアが解雇されてしまった。そのまま、オールドフィールドから君がこれを読みながら、 何とかやってみてくれと唐突に機材のマニュアルを渡され、ビューメーターの動きや配線の状態を頼りにレコーディングを開始し、結局最後まで行ったという。もともとサイモンはマイクロフォンの機種やエンジニアによって自身の演奏の音質が異なることが気になっており、自身の満足するドラムサウンドを求めてマイクやコンル、プリアンプの機種やマイクの立て方、 モニターの特性を研究していたこともあり、これを機に自信を得て、エンジニアとしての道を歩み始める。シュレ製品の愛用者であり、自身のドラムに立てるマイクのほとんどが、シュレ製であるという。ロサンゼルスにプロトゥールズシステムを管理した、レコーディングスタジオ、ファントムリコーディングスを所有しており、多くをこのスタジオで作業している。 サイモンは現場でのレコーディングのみならず、インターネットオンライン上でのオーディオファイルのやり取りによるミキシングやマスタリングサービスも展開しており、公式サイト上で依頼を受け付けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。